知ってるよ。分からんすね、そう、あのね、今のね、でもね、いい感じなの。あ、そうなんですか。そう、なんか今まで自分がやってきたのとこれ逆やん、全く逆や。もう逆。そう、でも、ダウンスイング以降、その感覚がすごくいい。そう、こうやけど、そう。だから、もう一回走るのに打たないでしょ。逆逆八の字、逆そうそう、そっちがそのどこからクラブ来たら偉いからね。そうそう、こっからこう抜いた後一緒って言うんですね。そう、それは一緒だから逆八の字やけど、うん、やり方も下がるけど、うん、これをこういう、そう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 、たらまっすぐですよ。うん、で今のなんかは本当に逆八の字してるから構えて、本当に逆八の字してるから、ヘッド食ってあげてんだよ。そうですね。こうやってるから、こうなん絶対あかんやん。あかんすね。そう。はい、でもまあ逆八の字で振ってみなって言ったから、ね、こう上げちゃったんやけど、そこはこう上げなかった。普段の、こっちの本当の八の字の時の最初はこうやって教えたよね。はい、そう。こう入ってきました。はい、ここからブランコ飛びます。で、逆八の字のダウンシングを、そう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 。そうすると、ああ、そうですね。そう。だから、そこにどうやってコンビネーションとか移行していくかっていうのがテーマですね。そうですね。で、これはなんかこうしたら、そこへバッとはまりますよっていうのは、ごめん。違う。あるよっていうのかな。でもさ、逆八の字の時はさ、アドレートにしたの。そうだね。そう。だよね。そうですね。逆にやるとハムレットっていうところがある。そう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 。そう、本当に今の流れ。今の流れを、こっちで、うん。そうそう。八の字書いて、ハンドファースト作っといて、逆八の字に書いたら、ハンドファーストがちょっと優しくなって、ハンドレートとハンドファーストが、ちゃんと意味まで行こう。立てて、後から立ってくる。あの、うん、カモメの、はいはい、左の羽がやりやすくなるんだなっていうのがカメラからめっちゃ見える。へー。イコール難しいですね。タイミングというか、なんかこうスイッチの入れるものというか、なんかこうこっち上げてブランコして、こっからする、こっから。だからそうだね、うん、それを一応こう、うん、ありがとう、はい、いいえ、変わらない、はい、それはね、本当にさっきのこちょこと片筋が言ったんじゃないけど、はい、本当にこっからなんだよね、はい、もっと言うと、はい、富士山的にはこのアベコベッチとこうやってこんなのしてんねんけど、あ、これぐらいの左の感覚がなんてこう持ってると、それをなんかスローモーションでするとね、はい、本当にどんな感じでやってるのか、こう上がってきて、こう持ってる、こんな感じですけど、みたいなことをやってんのよ、はい、マジで、はいはいはい、と、なんかこう上がってきて、ここでこう踏むから、これクラブちょっと寝るじゃん、そうですね、後ろから入るじゃん、じゃあ普通はこれをなんかこう行くのがゴールドスイングだなって思っちゃうじゃん、実際なんか連続写真とかね、動画でもこんな感じでプロゴルファーができてるような気がするんやけど、はい、実際こんな風に左の肩が固まってるプロゴルファーおらへん、ね、うん、でも俺も完全に振り遅れやん、そうです、ね、そう、けどこう上がっていってここでブランコ焦げて、はい、こう入ってきたらこれ左の肩なんか全然浮いてないじゃん、はい、そう、でもこの時にいやいやいや腰こっち向いてますやんみたいな話だ、うん、でこれゆっくりやるとこうなってしまって、いやなんかちょっとおかしくないですかっていう流れやけど、これを球を打とうとしたらこうなんのよ、うんってこうなるのよ、そう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 、だから後ろへ回ってギュッて前へこうここグッてこう回って、そうそうそう後ろに回ってピュッみたいな、ちょっとプルンとこっち行くから、
そういうイメージなんかできるかもしれない。後ろに回って、後ろに回って、キューみたいな。5番でようやっとんの。違うの。負けてきて、後ろに回って、でキュー。そう。笑ってました。いや5番でできますよ。一応プロゴルファー、プロゴルファーの卵です。笑ったことないよみたいな。あ、そういうことか。で、くるんって、そう、最初のキューでこっちの、そう、左側屈をカットして、で、そう。本当よ。本当よ。なんで俺これ、これチームさんに教えるもん。これや。そうなっとるよって。そっちか。そうか。どうですか僕の今。最高。最高いただきます。上げて。おい、全然そしたらなんかトラップしたまま、手も全然返してないし、そうですね、そう、はい、それ、だいぶかだいぶました。うん、おー、なんかヘッドサーン、その、後ろにクリッてやるときにこう、こっち、はい、ダウンスイングで後ろに回す、はい、こう回してかかとで、そう、かかとで回る、ブランコを沈みながらかかとで後ろに回って、ギュン前。ブランコをしながらかかとで後ろに回って前に。そう。そう。そう、そうやってね。ああ。靴下じゃない。え、脱いでいいですか、一回。そう、普段頭が良くない、なんか動くから。動くから。なんか使われるなと思って。そうやって使うの、したって。だから最初は本当に回さないの。回さない。そう、マーソンどころの騒ぎ。戻すか。もう戻せ。結構でもやっぱ一般の、ね、方でも回しすぎるのが多いと思う。回しすぎどころじゃないよね。もうぐるんぐるんいってるね。そうか、うん、皆さん同じ悩みの方みたいな。こう。そうですね。もう、あとはもう、来年を待つに食べてくる。おー、裸足ですね。あ、しばらく裸足回るよ。ここは本当に難しいんですよね。こう、まあ本当にこう前からバックスイングはこっちじゃなくて、こっちインサイドにこう上がってきますよって話してるんですけど、で迷ったらこうしといて、もう一回こう戻ってこいみたいな、こういう話もしてる。はい。こう戻っていく。なんでこれ大事かって、こうした時にクラブってこう降りないんで、こうやっちゃうとわずかやけど、これだけでちょっとシャドウ入る。はい。こうやってで次何できるんだろう、この時にちょっと左に移るじゃん、はい、だからこっち回せるから、ここで右やとこっち回せへんな。あー、なるほど、うん、こうでちょっとここでわずかやけど、ちょっと出てるだけで、そう、だからこっちに一瞬回れて、ちょうど靴して、これ靴履いてると見えんから、あ、
それ納豆。で、まあ、でそう。こう。本当にこう。手を使ってないって言ったらおかしいけど。そういうスイングが。できますよっていう。で、どん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 その。あとはもうこれでどうやって出力を出していくかっていうことだけをこう自分で買うってこと、このタイミングを、このタイミングだけをどうやって合わすのっていう、ちょっとこうバラバラに、分解してというか、ちょっと前回ではこれでもなんとか伝わらんかなと思って優しくやったつもりなんですけどね。まあじゃあこれプロ見てほしい。プロっていうか目指してる方だな。そうやね。お前プロも見てほしい。そうやね。まあまあの人もおるんだよ。そうやね。と思うんやな。でもうなんかこれなんかもうごめんやけど薄いからもうないぞ。もう福ちゃんシリーズなんか終わったよ。そう。もうぐらい仕上がってきたな。悩みだらけっていうのもおかしいですけど悩みしかない。そうでもなんかもうそれ元々がさもうなんかそこ欲しいなしか見えへんだわけやから、もうちょっとこういう時に合わせてみるぐらいしかもうなくて、それをなんか埋めてったらまあね、でも言うたってゴルフってフルショットだけじゃないからね、あの皆さんもそうなんですけど、フルスイングだけがまあそれだけでうまくいったらゴルフって全然苦労しないんですけど、もちろんスコアを作ろうと思ったらね、この先にいろんなこうショートメイクゲームのバリエーションが待ってるわけですから、まあ、これが分かった後にもっとこうヘッドスピードはこうしたら上がるとか、ラインがもっとこういうイメージを出した方が出るとか、なんならウェッジでもこれが分かってくると急にバリエーションが増えだすので、まあぜひですね、これちょっと伝わったかどうか自信ないんですけども、トライしてみてください。はい、でははいということで、ありがとうございました。ありがとうございました。違う。